他の魚を捕食するディプロミストゥスの標本 D、ブラビソマスディプロミストゥスあるいはディプロミスタスは、現在のニシンやエールワイフ、サーディンの遠い親戚にあたる、ニシン目の淡水魚の絶滅した属。1877年に、エドワード・ドリンカー・コープが属を確立し命名した。ディプロミストゥスには7種が属し、それぞれ D ・デンタテス、D ・バーディー、D ・デュボトリーティ、 D. シェングリエンサス、D. コークランシス、D. プライマチネス、そして D. アルティフォーミスである。D. デ,デンタテスは、ワイオミング州のグリーンリバー層に由来する、古代三期指針予前期の堆積層から知られる。標本は、幼魚の体育から全長65センチメートルまで、幅広く、ニシンの仲間である、ナイティアと密接して、共に発見されることが多い。グリーンリバー類層は、 泥が最終的に崩壊石を含む結岩へ編成する巨大な湖の名残である。D. コークランシスト、D. プライマチニス及び D. アルティフォーミスは現在の日本と韓国に位置する白秋前期の湖の動物章における支配的な属であった。日本では北九州市から1975年に本属の化石が発見されており、北九州市立命の旅博物館が設立される。 きっかけとなった。ありがとうございます。